今回は 5V の I2C2004LCD と接続してみます。 3.3V 駆動の LCD もありますが、アルデューノに合わせた 5V 駆動の需要と供給が多いようです。アップ主も 5V 駆動の LCD しか持ってません。ピコは 3.3V なので、これを駆動するにはレベルシフト回路が必要です。正確にはこの LCD はピコ側から一方的にデータを受け取るだけなので、 I2C 配線は 3.3V 直結でも動作すると思われます。しかし LCD 側に使われている PCF8574 等の I2C エキスパンダーはリード、ライトに対応しているので、コマンドによっては LCD 側から SDA ラインに 5V の信号を送信できてしまいます。手元にあるピコは1個だけです。壊してしまったら規格終了なので慎重に扱います。5V 側からの出力を高圧すれば良いだけなので、抵抗によるレベルシフトでも良さそうです。この回路の場合、 3.3V 側からの信号はそのまま 5V 側に伝わり、 5V 側の信号は5分の3に高圧して 3.3V 側に伝わります。しかし I2C はオープンコレクタという駆動方式なので、 VCC 側のインピーダンスが高く、この回路は動作しません。そこで NMOS を使ってレベルシフトします。3.3V 側がマスターで、ローの時、NMOS はオンとなるので、5V 側もローになります。3.3V 側がマスターで、ハイの時、NMOS はオフなので、5V 側はフルアップ抵抗により、ハイになります。5V 側がマスターで、ローの時、NMOS のボディダイオードを介して電流が流れるので、3.3V 側はローになります。5V 側がマスターで、ハイの時、NMOS はオフなので、3.3V 側はフルアップ抵抗によりハイになります。今回接続する先は I2C 配線なので、2つの抵抗は省略できます。よってピコと LCD の配線は図のようになります。配線して LCD を駆動してみました。問題なく動作しました。今日はピコと LCD を接続するために必要なレベルシフト回路の話でした。次回はこのプログラムの解説をします。LCD の制御プログラムをいじるので、少し難易度が高めです。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、評価とチャンネル登録、そして通知の設定をお願いします。